ベーラー大学はアメリカ合衆国テキサス州ウェーコにあるミッション系私立大学。米国で最大のキリスト教プロテスタント宗派である南部バプテスト派により設立された私立大学であり、キリスト教精神に基づいた教育を特色としている。米国で大いに利用されている US ニュースランキング2019年度版で、 ナショナルユニバーシティランキングでティアーにとみなされる78位にベストバリュースクールズランキングで57位にランクインしている。カレッジスポーツでは NCWA ディビジョン1のビッグ12カンファレンスに所属している。男子バスケットボールでは2021年の NCWA 男子バスケットボールトーナメントの決勝にてゴンザが大学に86から70で勝利し、 大学史上初の優勝を成し遂げた。日本の西南学院大学とは、姉妹校の関係で、バイ学院大学大学院、厚生大学とは交換留学制度を締結している。1841年、ユニオンバプテスト協会の会合で、ウィリアム・ミルトン・トライオン牧師とベーラー牧師の提案を受け入れ、テキサス州でバプテスト大学を設立することを決定した。 テキサス地区の裁判官で米国下院議員でもあったベーラーの名が大学の公明になった。1844年の秋、テキサスバプテスト教育協会はバプテスト大学を設立するためにテキサス共和国大会に嘆願し、1845年2月1日に公式にベーラー大学が設立された。創立者たちはテキサス州インディペンデンスに 大学キャンパスを建設した。1846年にベーラーの指導者たちはチャペルを始めた。伝統は今日も続いており、160年以上にわたり、学生の生活の一部となっている。1885年にベーラー大学はウェイコに移り、ワコ大学という地元の大学とが合併した。同年にベーラー女子大学も新しい場所、テキサス州ベルトンに移され、 メアリー・ハーデン・ベーラー大学になった。1903年、ベーラー大学は医学部をダラスに設立し、ベーラー医科大学になった。ベーラー大学はその後、医科大学をヒューストンに移した。1969年、ベーラー医科大学はベーラー大学から独立した。二つの機関は強固な関係を維持しており、ベーラー大学は依然として、 ベーラーカ大学の評議員の約25%を選出している。日本人の卒業生、ベーラーユニバーシティ、ノーツ2ファイナンシャルステートメンツ。ファイナンシャルステートメンツ、イヤーズエンディドメイ31、2011&2010、アソシエートバイスプレジデントフォーファイナンシャルサービストレジャール、S オフィス2011年10月23日閲覧。ABCD、 https://www.baylor.edu スラッシュコンテントスラッシュサービススラッシュドキュメント .php スラッシュ2 5 6 5 5 p d f 2 0 1 5 2 0 1 6 c o m m o n データセットフォーベーラーユニバーシティ2018年7月20日閲覧ありがとうございます